打ち返したというねホームラン。まあ序盤は松坂さん本当にどちらに流れがいくか分かりませんでした、はい、そうですね、一進一退の攻防でしたね、あとは村上のこのホームランの後に古田さん、はい、すぐ2点目を取れた、まあそうですね、はい、もちろんね、あの先制点も強い相手です